マーセナリーズ2ワールドインフレームスは2005年4月、プレイステーション2で発売されたコンピュータゲームマーセナリーズの続編。PS3、XBOX360、PC、PS2 でリリースされた。PS2 版については、多機種版とは異なる企業が制作したため、かなり異なった内容になっている。2010年8月、内戦が激化するベネズエラ。 石油ビジネスマンのラモン・ソラーノは監禁されているベネズエラ軍のカルモナ将軍の救出を主人公に依頼した。主人公によってカルモナは無事救出されたが後のクーデターの障害と判断したソラーノは報酬を払わず主人公の抹殺を試みる。主人公は負傷しながら辛くも脱出した。ほどなくしてソラーノはカルモナと共に 軍事クーデターを起こし、ベネズエラの暫定政府大統領に就任する。石油国有化などの急進的な政策を行ったが、その行動が、国際社会からの介入を招く。裏切られた、主人公はソラーノに応酬するため彼のもとへ乗り込む、ことにした。7.62X39mm 弾仕様の AK-103。重傷を折りたたんだ状態。 KSVK ユニバーサル石油と PLAV からは攻撃されないが、それ以外の組織にはカモフラージュは無効。M134 ミニガンを搭載した車両カモフラージュは連合軍のみ有効。PLAV からは攻撃されないが、それ以外の組織にはカモフラージュは無効。BJ2022 連合軍、ユニバーサル石油、海賊、ソラーノ軍以外からは攻撃されない。 M151A にカモフラージュすると、海賊以外の組織から攻撃される。基地侵入の未効果があるが、それ以外のカモフラージュは無効。M151A に M35A に車両とバイクは、ベネズエラ各地に散らばっている。スペアパーツを集めるか、エヴァからのチャレンジゲームをクリアすることで購入可能になる。また、各組織と友好関係が、 中立以上の時は、ソラーの軍以外からは攻撃されない。軽装甲機動車正体が判明するまで全ての組織から攻撃されない。カラカス中心部全域、ラファエル・ウルダネタ教マルガリータ等、PS2 班では、前作とほぼ同じエンジンが使用されているため兵士の動き方や空爆の要請、標的の人物の拘束などが、前作に似たものとなっている。 ベネズエラ政府はこのゲームに対して実際に同国ではクーデターは起こらない。アメリカ政府はウゴ・チャベス大統領を失脚させようとしているとして同政府に抗議をした。一方、開発元であるパンデミックスタジオではゲーム中に登場するストーリー、登場人物はフィクションであり、開発にはアメリカ政府のものは関与していないと反論している。 販売元のエレクトロニックアーツと競合するアクティビジョン・ブリザードの作品コール・オブ・デューティ・ゴーストでも同様の批判がベネズエラ政府系の団体から起きている。なお、ベネズエラでは様々なビデオゲームが暴力的であるとして禁止されている。ありがとうございます。